今日はね、いい天気ですね。まだね、ちょっと GoPro のあれを撮ってないんですよ。 GoPro のあのマウント、はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、こちら GoPro Max を買いました。ちょっとでも早速電源入れます。おお、これね、なんとね、360度撮影ができます。ほら、レンズがね、1つ2つついてるんですよね。前のカメラと後ろのカメラを切り替えて普通の GoPro のようにして使うこともできます。まあ、ちょっとね、今日はテスト動画ということで、まあ、雑談も兼ねながら、やっていこうかなと思います。これいけるかな、怖いな。ここに置こうか、ちょっと置くとこ。今これ360度カメラです。皆さん、ぐるっと携帯をぐるっと回してください。今ね、カメラ、これね、車の中で映しております。私はね、こうな、どう言ったらいいんでしょう、こうカメラは面白い、これここに置いとこうか。これで全天球カメラですよ。スマートフォン、皆さんスマートフォンをこうしてくださいね。360度カメラのこれ GoPro っていうのを買いました。 GoPro360、 あ、じゃあ GoPro Max っていうのを買いました。結構高かったんですよね。こっちに置いた方が面白いかな。水平関係なく撮れますんでね。うわ、これ面白いんちゃう。よし、ではというわけで今日は、フィットハイブリッドで、ドライブしております。まあ、ドライブというか、嫁をね、嫁の会社まで今、送ってきたという感じですね。不要不急の外出ではありません。本当にね、もう送り迎えですよ今はね。なので、まあこれ今、ここは西宮かな、走っております。いや、 GoPro、Max 皆さんいかがでしょうか。これね、結構高かったんですよ。5万5000ぐらいしますかね、本体でね。で、いろいろね、じゃあこれ、6万ぐらいするんかな。ちょっと値段忘れた。で、今ね、これ販売してからもう半年ぐらい経つんですけども、もうね、ガジェットのね、レビューアーさんはね、どうもいっぱいレビューして、もう GoPro Max の、まあ、YouTube レビューとしてはね、ちょっとだいぶ遅いんですけど、あれですよね。Amazon で買ったら、今予備バッテリーとかね、あと SD カードもね、 32GB ついてきました。それでね、6万6000ぐらいですかね。だから、まあ今だったらちょっとお得に買えるよということですね。販売当時はね、まだバッテリーがね、販売してなかったっていうことでね、結構皆さんあれでしたけど、これあれなんですよ、なんか噂によるとね、30分ぐらいしかね、バッテリー持たないっていう感じらしいですね。どうでしょうか、このドライビング動画。結構ね、道混んでますね。もうね、緊急事態宣言がもうそろそろ解除されるだろうと。32都道府県やったかな、34やったかな、忘れましたけど。いやー、皆さんどうお過ごしですかね。お勤めの方は、まあ、家でテレワークしてたりとか、まあ、会社にね、行ってる方も多いかと思われます。なかなかね、まあ、自粛制限中といいますか、まあ、私は今これ嫁を会社まで送ったということで、まあ一応必要な外出ということですよね。それ以外は皆さん自粛してくださいねという感じなんですけども、いやー、本当ね、皆さんもう自粛疲れしてるかとは思いますが、もう一息ですよね。で、大阪の方では5月の15日ぐらいに、まあ吉村さんが
まあ、緊急事態宣言を、まあ、ちょっとどういう感じで、解除するかというのが報道されると思います。まあ最低それまではね、ちょっと大阪の方は、大阪、そして、まあ、神戸もそうなんですけど、まあ、なかなか身動きが取れないなという感じですね。まあ、この私ね、この GoPro ね、なんで買おうかなと思った理由はですね、今ちょっとこれここにアイビスミニ X っていうね、あのもうね6年ぐらい使ってるんですよこのカメラ。あの自撮りができて、あの音声もねすごいいいんですよ。こっち向きにね、リニアの大きいね、あのマイクはついてるんですが、それがねちょっと壊れちゃったんですよね、液晶がね。で、今なんとか撮影はできてると思うんですけど、セルフィー動画の確認とかができないんですよね。あ、おじいちゃん、おじいちゃん頑張って。はい。で、もうだいぶね、使ってて、これ、まあ、4K も撮れなくて、30フレームしか撮れないですよね、1080p の。で、まあ、だいぶカメラとしては古いんですけど、結構ね、室内が明るくね、広く撮れて、お気に入りのね、カメラだったんですよね。まあ、これちょっとまた、キャノンが緊急事態宣言中で、まあ、今、窓口が閉まってるんで、まあ、それが開いたら修理に出そうかなと思ってるんですけど、でもちょっと時間がかかりそうなんでね、ちょっと、この、代わりのカメラがないかなと。ということで探してたら、まあやっぱこの360度カメラっていうのをね、今まで持ってなかったんですよね、私ね。で、まあ結構なんかね、最初はリコーシータかなとか、インスタ360とか、まあ、インスタ360ともちょっと悩んだんですけど、このやっぱ GoPro はね、ちょっとGoPro Max は前後カメラ切り替えて普通の GoPro のように使えるっていうね、魅力と、まあだいぶね、使い勝手が良くなったなと。まあ普通の360度カメラ撮りたい時は撮れるし、まあ、結構汎用性があるなと思って、まあこれを買ったわけですよね。ちゃんと撮れてるかな、どんな映像が撮れてるか。でもね、この360度カメラってね、結構見る側としてはしんどいんですよね。そのうち VR ゴーグルとかが出てきたら、まあ主流になるのかな。まあ今あるんですけどね。で、そのうち 5G ね。5G が主流になってきたら、なんて言うんでしょう。こう、もっとこう手軽にこの360度カメラっていう配信がね、主流になってくるのかな。もうね、5G 始まったんですけど、まだまだ皆さんの手元というかね、そのネット環境というかね、そのスマートフォンも対応してるのが少なくて、で、まあアンテナもね、5G のアンテナもまだ少ないっていうことでね、どうなんでしょうね、その辺ね。でもこれね、編集がなんか360度は大変だって聞きましたね。うずさんね、うずさんにちょっとアドバイス受けて、あと竹人さんね、に、まあ、ちょっとアドバイス、この間、ズーム飲み会したんですよ。ズーム飲み会で、ちょっとこれね、普通の GoPro 8にするか、GoPro Max にするか、かなり悩んでたんですよね。もうでも GoPro が欲しいなと思ってね、インスタ360とか、ね、他のやつと悩んではいたんですけど、やっぱ GoPro ブランドっていうのもね、ちょっと一個今まで持ってなかったんで、欲しいなと思いまして、で、まあ結局ウズさんはね、まあ、ガジェットレビュアーで結構ね有名な人なんですけど、その方は結局 GoPro 8とこの GoPro Max 2つ持ってるんですけど、実際こうカバンに出かけるときパッと入れるのはこの GoPro Max らしいですね。ここすっきりしていい感じなんですよね。見晴らしがいいですよね。これあれかな、どこまで映ってるんやろ、360度カメラ。今これフロントガラスちょっと反射して見づらいんかな、どうなんかな。ちょっとマウントがあったらね、これちょっと外のボンネットにピチャッとつけてねやりたいんですけど、いやー、まあ最近ちょっと私の動画ね伸びてないんでね、もう
なに皆さん見ていただけないと思うんですけど、まあ、今日はテスト動画で、もうどんどんね車の試乗動画これから出していきますよ。本当にね攻めてねいきます。あのエニカっていうところとちょっと契約したんですよね。あそこのエニカで、まあシアカーなんですけど、それでちょっといろんな車乗れるようになると思いますんで、でまあホンダさんのね車もちょっとどんどんレビューしていきたいんですよね。今ちょっとやっぱあのフィットとあのヤリスね、ちょっと気になりますよね。どっち買おうかなっていうね方も結構いらっしゃると思うんで、おあんなとこトラック、あすごいヤシの木、南国みたい、ここ南国みたいはい、まあそんな感じでペラペラ今日はしゃべっておりますがね、あちょっと雨降ってきた。すぐ黄砂がね溜まっちゃうんですよね。あお腹空いてきた。もう10時26分なのにもうお腹空いてきた今日は GoPro Max を買ったという動画でした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでテスト動画でした。じゃあね、バーイ。